長町営業所は宮城県仙台市大白区長町にある仙台市交通局自動車部の営業所。校内は営業所庁舎と整備工場、給油施設、洗浄施設、車庫、バス停留所を設置する。営業所イラストマークは羊。仙台市南部の八木山、長町、白丸地区を主な事業範囲としている。2008年4月のダイヤ改正より、 霞の名営業所士官の沖野線、井戸浜線も担当するようになった。地下鉄東西線開業まで運行していた西の平線は、宮城交通と運行の調整を行っていたが、廃止前の割合は、市営0.5、宮城3.5であった。八木山、長町地区は、元来、宮城交通の便数の多いエリアであったが、東西線開業後は、 八木山動物公園駅と長町駅を結ぶバス路線が多く設定されたほか、旧京大方面の便の多くも担当することとなった。配置車両は主に日産ディーゼルとイスズ。営業所本体については地下鉄東西線開通後も直営を維持する方針だが、整備工場については今後民間事業者へ委託する方針がある。ルーツは、 仙台市外自動車町長車庫で、市営買収後は、広瀬通営業所の車庫だった。1956年に営業所となり、1976年4月町、町六町尾目から、市電長町車庫廃止でその跡地に移転してきた。ありがとうございます。